韓国開発のステルス戦闘機 KF-21 ポラメについて、みんなはもう知っているかな？韓国発のステルス機なんて全然期待していないけど、どんなものかは気になるよね。そんな KF-21 ポラメの性能が明らかになってきたみたいだよ。韓国は情報の盗用から、製造のずさんさ、整備のいい加減さにわたって、いい噂は全く聞かないからな。F-35A 戦闘機なんかの情報を盗んでないといいがな。あとはきちんと飛ぶかどうかだよね。一応6月には飛行テストも行われるみたいだよ。さて、今回はこの KF-21 戦闘機ポラメを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国が国産戦闘機と銘打って、韓国航空宇宙産業会が開発を進めている KF-21 ポラメについて、韓国の中央日報電子版が北東アジア最強の潜在力を持つとした記事を公表しているよ。それによると KF-21 については、世界最強のステルス戦闘機とされるアメリカ空軍の F-22 ラプターと似ているとし、韓国空軍で未だ1970年代の F-4 ファントムや、F-5 タイガー韓国用は KF-5E、F タイガー2などの第3世代ジェット戦闘機を運用しているんだけど、それらに加えて第4世代の F-16 ファイティングファルコン韓国用は KF-16 とも交代させる見通しとしているようだね。この記事が正確なものであるとするならば、KF-21 は現時点で2026年6月から配備を開始する予定とされているため、韓国空軍は F-22 と同じ第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めながら、F-4 や F-5 の運用を続けていくことになり、つい先日死亡墜落事故を起こした KF-5 をこの先5年以上も現役として飛行させるつもりであるってことになるよね。どうするかはわからないけれど、中央日報の記事では、KF-21 には国内開発の、AESA 能動型電子操作アレイレーダー、EOTOP 光学追跡装置、IRST 赤外線追跡装置、EW スーツ統合電子線装置システムを搭載するとして、韓国の国防科学研究所 ADD が開発、ハンファシステムズ社が製造した、AESA は、中国やロシア製のレーダーと比べて性能が優れているとしているんだって。比較して自分たちの方が優れているっていうのは、韓国の常套句だよね。その話も眉唾ものだけど、ハンファシステムズ社は、イスラエルのエルタシステムズ社の支援によって、AESAレーダーのハードウェアを完成させたとされており、完成後にイタリアのレオナルド社の技術支援を受けて、フライトテストベッドのボーイング737に搭載されて実施されたとされ、今後は同様に737を用いたレーダー試験が韓国国内で予定されているとしているんだ。AESA、電子光学追跡装備、赤外線捜索追跡装置、統合電子線装置に関して、韓国は2015年頃アメリカにこれらの技術支援を申し込んだんだけど、以前アメリカから導入した F-15K において、禁じられていたブラックボックスのうちの一つである、暗視装置を分解したことがアメリカ側に発覚しただけでなく、対艦ミサイル、多連装ロケットシステム、戦車関連技術などアメリカから導入した兵器から数十種類の技術を無断で盗んでおり、そのため技術移転を拒否されたと見られているよ。そのためかヨーロッパ諸国の有力戦闘機メーカーにおいても韓国からの技術支援要請が拒否されているなどの報道が伝わっていて、韓国国内では防衛事業庁の責任問題に発展していたんだって。AESA 能動型電子操作アレイレーダーとはいわゆる火器管制用のアクティブフェイズドアレイレーダーのことだな。アメリカではノースロップグラマン社製で F-35 に搭載されている AN-APG-81、そして F-A-18E、F スーパーホーネット搭載のレイセオン社が開発した AN-APG-79 などが短距離ルックアップモード 150km の性能で、F-22 に搭載されているノースロップグラマン社とレイセオン社が開発した AN-APG-77 では短距離 250km とされているぜ。日本では1980年代から1990年代に短距離 110km の J-APG-1 を開発しているんだけど、これは初めて量産機 F-2 戦闘機に搭載された AESA であり、現在は技術研究本部においてさらに小型化と、短距離百数十キロメートルへの延伸を目指す J-APG-2 の開発が進められているよ。そして、中国では2000年に KLJ-7 と呼ばれる AESA を実用化しており、これの短距離は110km で現在はより高性能な KLJ-7V2 が製造されているとされ、ロシアにおいては最新鋭の第5世代ステルス戦闘機スホイ57に搭載されている N36 ベルカと呼ばれる高性能、AESAでは、短距離 400km とされているんだ。これまで、AESAを自国で開発したことのない韓国製レーダーは、
これらよりも高性能であるとされているらしいけど、2019年9月27日の中央日報日本語版では探知距離は 110km 以上と報じていて、2022年2月から実施が予定されている性能テストの結果が気になるところだよね。どうせ大したことないんだろうけど、他の光学追跡装置、赤外線追跡装置、統合電子線装置については、防衛事業庁では韓国で生産した経験があるとして国内開発が可能としているけど、進捗状況などについては何も情報が伝わってはいない状況だよ。また、2020年2月にハンファシステムズ社が KF21 に地形追証、地形回避システム TF-TA を組み込むために、イスラエルのエルビットシステムズ社と契約。これにより視界が悪い悪天候でも低高度において安全に飛行及び操縦できるようになるほか、敵の領土内でもレーダーに検知されずに行動することができるようになったと発表しているんだけど、これによって2019年9月時点で発表された国産化率 65% という数字がさらに低下すると見られているよ。国産化率においては何よりもエンジンをアメリカのゼネラルエレクトリック社グループの GE アビエーション社製の F414GE400 エンジンを導入することが決まっているため、純粋な国産戦闘機とはならないことが決定しているし、今さら何パーセントになろうと問題はないんだろうけど、機体を構成する様々な部品が外国製品では、製造価格やメンテナンス費用が高騰する恐れがあるとされているね。そして、中央日報の配信記事では KF21 のステルス性能について触れ、海波レーダーに探知される面積 RCS の解析及び試験で航空機の形状を最適化した、低飛探知性を達成するために各2個の垂直及び水平尾翼、菱形状の主翼と空気吸入口などをステルス戦闘機形状に設計したとしているよ。しかし、中央日報では先の配信記事と同じ日付の別の配信記事で、2021年4月の出庫式後に分解され謎を呼んでいた試作1号機が再び組み立てられ、12月29日に貝の格納庫から引き出されてお披露目されたニュースを伝えているんだけど、こちらには機体の形状変更が行われたとは書かれておらず、貝談話の信憑性が疑われているんだ。さらにステルスに必須の内部武装蔵も必要に応じて製造できるよう準備したと貝側が語ったとしているが、これは裏を返せば現状ではウェポンベイ内部武装蔵がなく、ミサイルなどは翼下など外部に装着することになりステルス性能は格段に落ちるということなんだよ。そして防衛事業庁関係者団として現況でも F-A18 より RCS は小さいと紹介した上で、KF21 の RCS は1平方メートルより小さく、一般的にステルス機能があるとみなされるので純ステルス機だと主張しているんだけど、その RCS はユーロファイタータイフーンと同程度の 0.5 平方メートルと言われているよ。この中央日報の論理では、第 4.5 世代とされるユーロファイタータイフーンもステルス機となり、日本の F2 戦闘機も RCS が 0.9 平方メートルなので純ステルス戦闘機と言えることになると指摘する声があるのも確かだな。その他2021年8月13日に、韓国の東亜日報がレーダー波などの電波を吸収する塗料が開発されたと報じていて、KF21 の試作機に使用して検証するとされているんだけど、どんな戦闘機でもステルス機にしてしまう画期的な塗料を、なぜすぐに現有機で試験を実施しないのかと怪しむ声も多いんだ。KF21 の開発に関してはまだまだ他にたくさんの不可思議な報道が韓国から発信されていて、何が真実やら判断がつかない状況であり、実機が飛行したとの報道がない限りは共同開発のインドネシアからも評価されることはないであろうと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは俺の雑学の時間だよ。待ってました。おいおい、そんなに怒るなよ。前回の約束だろ。わかってるよ、怒ってないよ。今回だけだからな。なら雑学に入るよ。子供から大人まで愛される、イクラについてだよ。みんなはイクラは好きかな？僕は大好きだよ。俺も好きだー。そんなイクラの天然のものと人工のものを、見分ける方法を知っているかな？わかんないや。なら説明していくよ。その方法は、イクラをお湯に入れるだけだぜ。え、そんなのでわかるの？わかっちゃうんだな。お湯に入れたイクラに変化がなければ、人工のイクラで、天然のイクラの場合は白く変化するらしいんだ。今度回転寿司に行った時にしてみてもいいと思うぜ。へえ、試してみよう。僕の中の知識が知りたいと言っている。豆知識博士のお前でも、このネタは知らなかったようだな。違うもん。他のネタ用意して譲っただけだもん。っていうかあいつはどこに行った？話そらしやがったなこいつ。と、まあ今回の雑学はこれで終わりだぜ。みんなも、楽
試してみてね。また次の動画で会おうね。バイバイ。それにしても何してたんだよ。あ、僕？いくらの話してお腹空いたからイラク料理食べてきた。全然関係ないし、そもそもイラクまで行くなよバカ。何言ってんの？似てるじゃないイクラとイラク。もう自由すぎる。それじゃあまたね。2022年1月4日午後12時51分頃、韓国空軍所属の F-35A ライトニング2が、韓国中西南道瑞山にある瑞山戦闘飛行場に緊急着陸を行ったことを、みんなは知っているかな。飛行中にトラブルが発生し、ランディングギアが故障。飛行場の滑走路に胴体着陸を行ったんだよな。そうそう。この事故について、ようやく事故の原因が判明したとのことで、韓国空軍より事故原因についての説明があったんだ。しかし、その原因とされる部分の内容について、あちこちより疑問の声が上がっているみたい。韓国は何にしてもずさんさが目立つからね。ものづくりも言いがかりも言い訳も、全部いい加減な印象だよ。まあ、まずは、韓国の中央日報及びハンヨレ新聞が報じた。2022年3月3日に韓国空軍が公式発表した事故原因から確認してみようか。ということで、今回は韓国空軍 F-35A ライトニング2胴体着陸事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国空軍は、今回の胴体着陸事故に至った原因について、飛行中の F-35A ライトニング2に鳥が衝突する、バードストライクと呼ばれる事象が原因であるとしたみたい。記事によると、事故機は、空対地ミサイルの射撃訓練を実施するために西州基地を離陸した後、時速 900km で射撃地点へと最終侵入を行う直前、高度 330m 付近で機体左側のエアインテーク空気取り入り口に、体重 10kg にもなる大型猛禽類のハゲワシが侵入し、エアインテークに飛び込んだハゲワシは、エアインテーク内部でウェポンベイ機内弾薬庫との隔壁を破壊して、ウェポンベイ内部にまで入り込み、ウェポンベイ内部に設置されていたランディングギア着陸装置の作動系油圧パイプや電源ケーブルなどを、破壊したために操縦系統の不調やランディングギアの動作不良を起こしたとしているよ。韓国空軍は、今回の事故で機体そのものの整備不良や欠陥、パイロットの操縦ミスについてはなかったとしており、バートストライクの危険性について空軍内で周知徹底を図ることで、F-35A の飛行を再開するとの見解を発表したんだ。また、F-35A の開発元であるロッキードマーティン社に対しては、エアインテークに鳥類が侵入するバードストライク対策として、例えばバードストライクが発生した場合でもランディングギアが正常に作動するよう、ランディングギアの動作系統を二重にするなどの対策が行えないか、同社と協議する見通しであると記事では報じているんだって。これらの調査結果について、その内容の信憑性について疑問の声が、日本のネット上では多く上がっているようだな。うんうん。まず、最も指摘が多かった部分として、記事の中で、今回のバードストライクが発生した際、機体が受けた衝撃の強さについて、空軍関係者の発言として搭載する燃料を含めて20トンを超える機体が、空中で 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃度合いは、約30トン相当にも上るとの説明がなされたとしているんだけど、この説明がそもそも適切ではないとの声が多く上がったみたい。その声の中身としては、飛行中の航空機に鳥類が衝突した際の衝撃について説明するのであれば、時速 900km で飛行する機体に重量 10kg の鳥類が衝突したという説明で良いところを、機体重量とハゲワシの重量を対比して説明する手法は意味が不明すぎるというものであり、その見解に賛同する意見も多く見られたんだって。確かに衝突時の飛行中の機体への衝突の大きさを説明する際に飛行速度を取り上げないのは、甚だ不見識であると言わざるを得ないよな。さらに多く上がった声として、時速 900km で飛行する航空機に重さ 10kg のハゲワシが衝突した際に、機体が大きく損傷することは容易に想像できるが、F-35A のランディングギアはウェポンベイのさらに後方外側に設置されており、たとえハゲワシがウェポンベイ内部にまで侵入したとしても、ウェポンベイ内部を通り越してランディングギアにまで到達して破壊できるとは思えないとの意見だね。また、この意見に付け加えて、胴体着陸した際の事故機の写真を確認すると、主翼下のランディングギアについては左右ともに問題なく作動しており、今回の事故で動作不良になったのは機首側のランディングギアである。今回のバードストライクの説明で、機首側のランディングギアが動作不良になるとは考えづらく、単純に整備不良が原因なのではないかとの見解を示しており、これには、韓国空軍の隠蔽体質や虚言癖についての批判が殺到していたってわけ。
また、朝鮮日報の記事の中で、空軍関係者の話として登場していた空対地ミサイルの射撃訓練を実施するために青州基地を離陸した後、時速 900km で射撃地点へと最終侵入を行う直前、高度330ム付近で機体左側のエアインテーク空気取り入り口に、体重 10kg にもなる大型猛禽類のハゲワシが侵入との説明に対して、空対地ミサイルによる射撃訓練直前の状況であれば、ウェポンベイ内部には発射予定の空対地ミサイルが格納されていたはずであり、機体内部に侵入したハゲワシは、ウェポンベイ内部に格納されていた空対地ミサイルも破壊しなければ、そのさらに後方に位置するランディングギアの装置を破壊することは難しく、それでもハゲワシが凄まじい衝撃によりウェポンベイ内部を破壊したのであれば、ウェポンベイの開閉も行えず、主翼下のランディングギアも動作できなくなっているだろう。そうであれば、ミサイルの発射体制に入っていたであろう機体は、ウェポンベイを開け放った状態でバードストライクに遭遇したのであろうから、胴体着陸の際にウェポンベイは開け放たれた状態で、ミサイルを滑走路にすりつけかねないような体制で胴体着陸を行わないといけない状況になっていただろう。そんな危険な着陸を強行するなどありえず、普通は海上に着水させ、パイロットは緊急脱出させる、と詳細に分析する人物も登場し、日本のネット上では、韓国空軍の公式見解は全く当てにならない、信憑性の著しく低いものであるとの意見が大勢を占めるに至っているんだよね。確かに今回の事故で、事故直後に韓国の各マスメディアによる報道では、飛行訓練中の F-35A が航空電子系のトラブルで降着装置が故障、中南随山市にある第20戦闘飛行団の滑走路上に胴体着陸したと報じており、バードストライクが発生したことなどは一言も触れられていないぜ。むしろ、機体の内的要因によるトラブルが原因との見方がなされており、韓国空軍の整備不良やパイロットの操縦ミスを疑うような状況だな。韓国空軍の立場であれば、自軍のミスが原因であると疑われるような状況なんだから、事故原因がバードストライクなのであれば、早期に事故原因の概要だけでも発表すべきところだけど、実際には事故原因がバードストライクであると公式発表をしたのは、事故発生から2ヶ月も経ってからだからね。さらに事故の原因とされているハゲワシについても、重量が約 10kg とされているが、時速 900km で衝突したハゲワシは粉々に砕けていただろうから、重量の推定は困難な状況であろうとは容易に想像できるが、それも約 10kg と明確に重量を示しているよな。うんうん。これらの状況から、韓国空軍が今回発表した事故原因については、総じて不自然な点が多く、韓国特有の隠蔽体質がもたらした下手な捜索なのではないかとする意見が、日本のネット上では多くを占めているよ。このように過ちを認めない姿勢は、韓国への内外からの信用を著しく失わせるものであると、いい加減韓国は気づくべきだよね。さて、今回、胴体着陸した韓国空軍の F-35A だけど、韓国国内には F-35A の重整備や修理を行う施設がないため、国外の施設で修理を行う必要があるよ。F-35A は、世界各国で多数の機体が導入されている影響で、開発国である米国だけではなく、全世界に多数の製造拠点が設置されているんだ。製造拠点としては、米国テキサス州にあるロッキード・マーティン社フォートワース工場のほか、イタリアのカーメリと日本の愛知県名古屋市近郊に FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトと呼ばれる、最終組み立て検査施設が設置してあるよ。そして、機密性の高いステルス性能ほか、各種性能の維持やブラックボックス部分の管理、メンテナンス、オーバーホールなどの作業を行う MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードと呼ばれる国際整備拠点が、米国本国のほかにイタリア、日本、オーストラリアに設置されているんだ。これらの施設がない韓国は、F-35A の日常的な軽度の整備が行えるのみであり、今回のような大事故に伴う重整備は行えないってわけ。そして、アジアで運用される F-35A の整備拠点は日本にある三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なんだけど、三菱重工を戦犯企業として提訴し、日本を仮想敵国としている韓国が、日本に自国の F-35A の整備を依頼するなど、彼らの無駄に高いプライドが許容するはずもなく、今回は遥か遠く南半球のオーストラリアまで運び、そこで修理を行うことになるようだね。今後、韓国は F-35A の機体アップグレードや重整備は遠くオーストラリアで実施することになるようだが、そのような遠方の国に整備を依頼するとなれば、機体の稼働率が著しく低下するのは自明の理だよな。韓国にとって簡単に修理ができない機体である F-35A を適切に運用できるのか、事故が多発しないのか、懸念の声も多く上がっているが、
韓国は兵器の共食い運用が得意だから、部品取りに F-35A を数機分解してしまうかもしれないな。ただし、F-35A は機密度の高い機体だから、米国の許可なく勝手に分解してしまうと、下手をすれば F-35A の運用そのものが韓国ではできなくなってしまうかもしれないよ。その時、韓国お得意のファピョンを発症しないか、軍師危うきに近寄らず、という言葉もあるからね。無駄な労力を使わないためにも日本は韓国に関わらないようにしておくべきだと思うな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。韓国航空宇宙産業 KEI はインドネシアと共同で、第 4.5 世代ジェット戦闘機を開発中みたいだね。はっきり言って韓国のものづくりは雑なところがあるから不安は拭えないよね。まあ2国で稼働する分にはいいんじゃないか。海外に輸出するとなれば、娯楽で買えたもんじゃないけどな。安全性は置いておいて、価格に関しては安価だから、購入を検討する国もありそうだけど。まあそうなれば自己責任になってくるよね。今回はそんな韓国が開発中の第 4.5 世代戦闘機 KEI-KF-21 ポラメにハリボテ疑惑発生したことについて、その真相を解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。開発中の機体名称は KEI-KF-21 ポラメ、韓国語ではカタカノイ。2022年に初飛行を予定しており、2021年に試作1号機の出庫式が、ムンジェイン大統領臨席の下で大々的に取り行われたんだけど、この出庫式後にすぐに工場に戻され、解体されていたとの情報が韓国メディアの中央日報により報じられたよ。これにより、出庫式で公開された機体は外観だけのハリボテで、実は開発は難航しているのではないかという憶測が駆け巡っているな。そもそも、この KF-21 ポラメとはどんな戦闘機なの？それを説明する前にまず、技術大国を自認する韓国としては、戦闘機の自国開発は、韓国技術の優位性を示す一つの指標としてとても重要視しているものだよね。これまで、米国ロッキード・マーティンの技術的支援を受けて開発した、KAIT-50 などの練習機やそれから派生する戦闘攻撃機を開発してきたんだけど、米国からの多くの技術支援を受けての開発であり、あくまで機種も練習機レベルのものだったんだ。そこで、韓国空軍では米国の F-16CD や F-15E など第一線級の戦闘機を多数運用しており、その運用ノウハウの蓄積などから、第 4.5 世代レベルの主力戦闘機開発の機運が高まることになるんだよね。その後、2001年3月に当時のキム・デジュン大統領が、韓国空軍士官学校の卒業式で、KF-X 現 KF-21 開発計画を発表したぜ。ここから、韓国による第 4.5 世代ジェット戦闘機の開発が始まったってわけだな。それじゃあさっきの疑問に戻るけど、第 4.5 世代ジェット戦闘機とは、1970年代に開発された米国製 F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンに代表される、第4世代ジェット戦闘機を改良発展させた戦闘機で、この第 4.5 世代ジェット戦闘機の条件とされている性能は以下の通りだね。まず、デジタルフライバイワイヤの実装と CCV 設計。次に対空対地対艦攻撃能力を兼ね揃えたマルチロール能力や一定のステルス性能の付与。そして先進的なアビオニクスの装備。最後に空戦時の機動性を向上させる。先進技術の装備カナードや水力変更ノズルなどとなっているよ。なお、ここで挙げた機能の一部は第4世代ジェット戦闘機にも搭載されているものもあり、第 4.5 世代ジェット戦闘機は第4世代ジェット戦闘機と比較して圧倒的な優位性を持つというわけではないんだけど、先進諸国が保有するジェット戦闘機は2000年代までには、おおむね第 4.5 世代ジェット戦闘機を保有するに至っているよ。そして、この第 4.5 世代ジェット戦闘機として世界で初めて実用化されたのは、F-15E ストライクイーグルだな。F-15E は第4世代戦闘機である米空軍 F-15CD イーグル制空戦闘機を、マルチロールファイター化戦闘爆撃機した機体で、第 4.5 世代ジェット戦闘機の一つの指針となっているぜ。KF-21 ポメラの要求性能としては、ラファールやユーロファイタータイフーン以上、F-35 以下程度のステルス性能、KF-16 と比較して戦闘半径が 50% 拡大し、機体寿命の 34% 延長、国産アクティブフェイズドアレイレーダーの搭載、レーダーシステムを含めた高性能なアビオニクス電子戦装置 IRST 及びデータリンクの搭載、5万ポンド程度の推力を有すること、
高速迎撃能力、スーパークルーズ能力、超音速巡航能力、マルチロール能力だね。以上のように本格的な第 4.5 世代ジェット戦闘機を初めて開発する韓国としては、かなり意欲的な要求性能となっており、これが実現すれば、世界的にも第5世代ジェット戦闘機を除けば、ジェット戦闘機の中でかなり上位クラスの性能を獲得することになるんだよね。KF-21 ポメラが実用化されれば、ベトナム戦争により活躍しているが、もはや陳腐化してしまっている F-4DE3 トム2や F-16 以前の軽戦闘機である F-5EF タイガー2に代わるものとして期待されるぜ。開発予算として8兆5000億ウォン約8260億円であり、機体量産費用も含めた総事業費は18兆1000億ウォン日本円で約1兆7300億円にも上り、巨額の費用が予想されているんだよね。そのため、他国へも KF-21 ポメラの共同開発を打診しており、2010年7月15日にはインドネシアと KF-21 の生産協力に合意しているんだ。韓国ではどうしよう。開発予算の 60% を韓国が負担し、残りの 40% を海外の共同開発国が負担することが予定されていたが、最終的には韓国政府 60%、KAI 20%、インドネシアが 20% という分担となり、韓国側が開発費用の 80% を負担することで合意しているぜ。KF-21 ポメラ開発では、ブロック方式の段階的な能力開発計画が組まれているよ。まず、ブロック1では、2026年までに空対空戦闘能力の獲得が目指されており、この時点では制空戦闘機としての能力に止まるんだ。そして、2028年にブロック2として空対地戦闘能力が付与され、マルチロールファイターとしての性能を獲得する予定となっているよ。その後、2030年代のブロック3以降では、機体内部ウェポンベイへの武器の格納能力の獲得など、第5世代ジェット戦闘機クラスに引き上げる野心的なプランも存在しているよ。インドネシアは、2016年に韓国側へ開発分担金として約13億ドルを支払い、最大48機の KF-21 ポメラを取得して技術移転を受ける予定だったんだ。しかし、インドネシアは韓国側に対して、インドネシア国内での予算的制約を理由に合意した分担金の約 13% である1億9000万ドルしか支払いに応じておらず、2019年7月時点でも2億5000万ドルの不足金があると、韓国防衛事業庁関係者が証言しているよ。これに対してインドネシアは、分担金の支払いを現金ではなく、インドネシアがスペインと共同生産した CN-235 輸送機を物納することで買いたい旨の提案をしていますが、2020年12月にはインドネシアがフランスの第 4.5 世代ジェット戦闘機であるラファールの購入に関心を示しているとも報じられており、インドネシアと韓国が KF-21 開発計画でうまく連携が図れていないことが明らかになっているぜ。2021年4月9日にお披露目された KF-21 ポメラだけど、このお披露目会である国産戦闘機姿勢1号機出庫式に登場した1ヶ月後には、エンジンや外装、ランディングギアまで機体を構成する大部分が分解され、骨組みの状態で工場に鎮座していることが、韓国メディアの中央日報によって報じられているよ。出庫式の時点では偽装色の塗布まで終えていた状態であったので、その時点から完全に解体することは異例であり、これはムン大統領臨席の出庫式に間に合わせるため、組み立てが可能な状態ではない機体を無理やり組み立てて取り繕った、ハリボテだったのではないかとの疑惑が持ち上がったんだよね。これに対し、韓国国会の与党代表ソン・ヨンギル議員は一部の保守系メディアが事実に基づいていない報道で、KF-21 ポラメに誤解と混乱をもたらしているとの声明を出して反発しているんだって。また、ソン代表は、KF-21 開発はスケジュール通り順調に進んでいる。日本の右翼やマスコミに KF-21 が軽視される形で拡散されたのは恥ずべきことであり、事実に基づかない内容を報じることで、政府を貶めるべきではないと、強く批判的な保守系メディアを牽制しているぜ。KF-21 ポラメの開発を担っている韓国航空宇宙産業 KAI も機体の解体は、式典後にスケジュール通りに実施した燃料系統の一次試験で必要な工程であり、試験中に各機器からの相互干渉を最小限に止めるためには、このように解体することが必須だと主張しているんだって。今後、燃料系統の一次試験が完了した後は、地上走行や飛行制御システム関連試験、エンジンの稼働試験などを順次実施していくとのことだね。今回のハリボテ疑惑だけど、
中央日報が報じた KF21 の解体に席する記事の内容は、すべて匿名が条件の自称関係者からの証言によるものだったんだ。しかし、この記事に対して他のメディアが、実名による専門家の KF21 ポメラ解体に対する見解を報じ、その中で燃料系統のテストで機体を解体することに不自然さはないし、主要な装置の取り外しは海外の戦闘機開発でも一般的に行われている旨の証言を行っているよ。これらのことから、今回の KF21 ポメラの解体が、KF21 ポメラの技術的欠陥や開発難航などに直結する可能性は高くはないと見られており、朝鮮日報のこの記事に対する信頼性は低下しているんだ。この KF21 ポメラは、順調にいけば来年2022年には初飛行が実施される予定で、完成すれば250機以上が生産され配備される見込みだぜ。日本において第 4.5 世代ジェット戦闘機の開発は、1995年に初飛行した F2 戦闘機開発の実績があり、現在は F2 戦闘機及び初期型 F15J の後継機として、第5世代ジェット戦闘機開発計画が策定されているね。この次期戦闘機開発計画では三菱重工が主契約者となり、F22 戦闘機や F35 戦闘機を開発した米国ロッキード・マーティン社と開発提携を行い、2035年までの実戦配備を目指しているんだ。米国との共同開発なんて期待しちゃうよね。韓国も FA21 ポメラの開発が成功すれば、第5世代ジェット戦闘機開発にも名乗りを上げることが予想され、今や軍事技術大国ともなった中国を含め、東アジア地域での戦闘機開発競争はさらに熱が高まりそうだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。